はい、皆さんこんにちは。7月11日月曜日には近日開始となっていた iOS、iPadOS16 などのパブリックベータ版なんですけども、日付の変わった7月12日の明け方にはこちらね、ベータソフトウェアプログラムがスタートしております。で、今日はね、こちら iPadOS16 にアップデートする手順とかですね、あとはね、結構注意点っていうのがね、このベータプログラムっていうのはあるんで、そのあたりについてね、説明をしていきたいと思っています。はい、ということで iOS、iPadOS のバージョン16のベータ版ですけどもね、この Apple ベータソフトウェアプログラムというのに参加して、アップデートするという、ね、形になっています。で、今日は、ね、iPadOS の16を、ね、iPad Pro に入れる予定ですけども、で、こちらあくまでもベータ版ですから、誰にでもね、おすすめするってもんじゃないんですね。そのあたり詳しくお話をしたいと思っています。はい、そして毎年同じことを話していますが、パブリックベータ版には4つのポイントがあります。1つ目は不具合をフィードバックするボランティアだということ。2つ目はエラーや不具合は起こる可能性が当然あるということ。そして3つ目は機密情報扱い。そして4つ目が前の OS に戻すことは可能だが手間と時間がかかるという、ね、点ですね。で、詳しく見ていきますが、基本的には秋の正式リリースに向けてこのプレリリースを使用してもらうことによって、品質や操作に関するフィードバックをしてもらうというのがね、それが目的なんですね。なんでね、フィードバックアシスタントというアプリがあります。で、不具合については目的がそれを見つけるためなので、不具合をクレーム扱いしてしまう人向きではないってことで、サードパーティーアプリも対応していないことがあります。なので、Apple 自体もサブデバイスへの使用を進めているという部分があります。で、機密情報扱いにつきましては、プログラム参加契約がもう機密保持契約ですから、スクショとかパブリックベータに関する情報の公開は禁止されています。で、参加者以外にその話をしたり、画面を見せるのも禁止となっています。ただし、Apple がこのパブリックベータに関する技術情報を公開した場合には、その情報は機密扱いではなくなるということが書いてあるんですけど、これだから WWDC とかプレビューページですでに公開している内容については機密扱いじゃないと思うんですけども、ただ、スクショの公開などは自身で行うのはね、ダメなんですね。で、あとは正式版の OS に戻すことは可能です。ただね、手間と時間がかかって、事前のバックアップとリカバリーモードからの復元など、自己責任でできる方が対象ですね。で、基本的には一般サポートはこのベータ版については、表向きは行っていないということになっています。で、このように FAQ にもこんな文言が載ってますが、あとは契約書の方にもね、これ5番6番ってことでこの秘密情報について載ってるんですけど、結構ねグレーな部分もありましてね、なんか場合によって大手メディアとかがそのパブリックベータの内容をこの Apple から許可を得て公開する場合もあるんですけどね。だから、そういうものについての話題とかっていうのは、基本的にはグレーというかね、秘密扱いにはならないみたいな部分もあるんですけど、基本的にはスクリーンショットなどの公開については契約違反になるので注意が必要です。はい、それで M1 の iPad Pro に私の方はね、今回パブリックベータ版ね、入れようと思うんですけども、手順の方をね、お見せしたいと思います。で、まずは次期 OS のプレビューページの下の方に、この Apple ベータソフトウェアプログラムに参加しませんかっていうのがあるんでね、青い文字をタップします。で、そうするとね、先ほどの画面に行きますけども、で、その中ほどですけどね、この登録ってボタンありますけども、今年初めてなんでね、私は登録ボタンの方を押しましたけども、ご自身のね、Apple ID で登録をするという感じになります。で、登録後はこのような画面になります。パブリックベータ用ガイドってことで、目当ての OS ですね。今回は iPadOS ですから、左から2番目のタップすると、こんなような画面になりますけども、で、一番上のお使いの iPad を登録というボタンを押します。で、そうするとね、手順が出てきます。1番目はバックアップをアーカイブするということで、で、Mac か Windows PC にね、つなぐわけですね。で、Mac の場合には Finder、Windows の場合には iTunes を立ち上げて、で、それで画面中央のこのね、今すぐバックアップというのを押すわけですね。で、これバックアップ中ですけど、私の場合 iCloud バックアップしかやってなかったんでね、初回になるんで、結構ね、時間かかりますよね。
で、バックアップ終わったら一番大事なのがバックアップ管理というボタンをクリックするとね、こういうふうにまあバックアップしているもののリストがあるんですけど、該当の iPad 用のですね、これを右クリックするとこのようなポップアップが出るんで、ここでね、アーカイブというのを選ぶわけですね。これでね、アーカイブをしていないと、このアップデートしたものを同じようにバックアップしちゃうと上書きされちゃうんですね。でとにかくね、このバックアップからアーカイブという作業が前の OS に戻したいときに必須なんでね、これがないとできなくなっちゃうんで必ずやってください。はい、で2番目の手順ですね、プロファイルのインストールということで、こちらについては該当の iPad からですね、こちらタップして行うというね形になりますね。でお次は出てきたポップアップに従ってダウンロードを許可しますね。そうするとね、これでもうダウンロードねされたんで、でこの設定アプリの方ですね、プロファイルがダウンロード済みというのがあるんで、それをタップするとこのような画面が出るんで、でこのインストールというボタンを押しまして、そしてこの iPad のパスコードを入れて完了を押しますね。でその先はインストールボタンをね押すわけですけども、1回押してもね、その後もう1回押さないと始まらないので注意が必要です。でここでね、再起動必要なんでね、再起動ボタンを押すとね、 iPad が再起動します。で再起動したところで設定アプリの一般のソフトウェアアップデートを見ますと、これがね、今までは出てこなかった iPadOS16 のねベータ版というのが表示されます。でここでダウンロードしてインストールを押して iPad のパスコードを入力して完了をしますと、ダウンロードの方がね始まるわけですね。ここからどのぐらい時間がかかるかやってみたいと思います。でダウンロード時間はネット環境によりますけども、うちの場合にはダウンロード終わってアップデートを準備中に切り替わったのがだいたい1分半ぐらいのねところでしたかね。でその後インストール可能な状態になったのがだいたいね11分半ぐらいでしたから、結構時間かかるんですよね。でこちらインストールボタンを押すとアップデートを検証中というのが出て、でその先はですね、再起動の状態に入ったというね感じですね。ここからアップデートがね始まったわけですね。でその後アップデートが完了したのが、大体22分40秒ぐらいのところで、確かにね、iPadOS16 にアップデートされていることが確認できました。でここからねお見せできないんですけどね、例のステージマネージャーとかね試してみて、こういう場合にはこうなるのかみたいなね、そのあたりをね、私自身で確認したわけですけども、その他ね、天気アプリとかもね変わったのをね見たりとか、あとはね写真の切り抜きとかね、そんなのもやりましたけども、具体的にはお見せできません。それでね、その後については、このパブリックベータのプロファイルを入れてる限りは、ベータ版の新しいバージョンが出るたびにですね、通知がソフトウェアアップデートの欄に来ますけども、不具合がひどければね戻した方がいいかもしれませんし、ひどくなければそのまま使うのもありなのかなっていうねところになりますよね。はい、それで iPadOS の15に戻したい場合ですね、私の場合にはね撮影にも使ったりするんで、この公表してはいけない OS だとちょっとね不都合あるんで戻そうと思うんですけどもね、あとは思ったよりも不具合がひどいんで戻したいなんて方もそうですけども、その場合ですね、このベータプログラムの中に工場出荷版のソフトウェア復元っていうね、そういった項目があるんで、このあたりをね熟読してください。親切な文章ではないんですけどね、これを読んで理解ができないと思ったら最初からベータ版使うのをやめた方がいいと思います。で復元に際しては、まずはね Mac の方に iPad をこうね接続する形になりますけども、でこれね接続が確認できたら、そこからリカバリーモードというのをねやるわけですけども、これはね音量の上を1回下を1回を素早く押して、その後スリープ解除ボタンを長押しという感じなんですけどね。でこれねずっと長押しをしていて、でリンゴマークが出てもね長押しをするわけですね。でそれで、このマークが出たらねリカバリーモードの証ということで、ここで指を離します。でそうするとね画面の方はねこういったものがね出てくるんで、これね復元というボタンを押すわけですね。でその先はねこちら出たポップアップから復元とアップデートというねボタンを押します。でそうすると、アップデートといっても、通常の 15.5 ですよねこの場合、そのバージョンを、アップデートとして入れるというね意味なんですね。でその後はダウンロードとか、ソフトウェアのインストールとかをこの再起動とかをしながらですね、繰り返しまして、
で、まあ、このようにこんにちはが出て Mac の方を見ますと画面がパッと切り替わりまして、でこのように新しい iPad へようこそというところ でこの真ん中のところにこのバックアップから復元っていうのがありまして、でこれがベータ版を試す前のバックアップですからね、ここからまあ復元をするということ でその先続けるを押して、出てきたポップアップでバックアップのパスワードを入力ですね。でこれで青いのを押すと、ここでね復元が始まったわけですね。でここまででね約8分20秒ぐらいだったですかね。で iPad の方はこのようにリストアインプログレスという表示になっていましたね。その後はね結構待たされましたが、これ復元がねもうあとちょっとというところで、でその後ね終わって iPad 再起動ねした感じ で結局ねこのハローのねこんにちはの画面が出たのが約1時間34分後ぐらいでしたね。でまあ一応ね復元しましたというのがね出たんですけど、ただアプリなんかはねその後からダウンロードするみたい で結局ねそれが終わったのが全部終わって1時間54分ぐらいねかかったんですね。で確かに設定アプリのところはね 15.5 に戻っていますね。はい、ということで今年はインストールと復元作業を iPad でやりましたけども、この手順は iPhone、iOS でも一緒なんでね、まあ、ただこの不具合が出る可能性もある上に前の OS バージョンに戻すのにね手間も時間もかかるってことで、まあ、ここまでね理解できた方はねいいと思うんですけども、まあ、よくあんまり分かんなかったって方はですね、軽い気持ちでパブリックベータ入れるのはね避けた方がいいかもしれないですね。秋の正式版を待つという感じ、まあ、そして Mac とかね PC でバックアップしてアーカイブをしていないと戻す方法はないんですね。 iCloud バックアップから復元できないですから、まあ、その点ね注意が必要かと思います。今日は iPad iOS16 のベータ版についての話でした。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。